すごいですね。まあ私あまり刺さってないです。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回はビーバイオニクスジャパンさんにお邪魔していて、歩行支援ロボットのフリーウォークっていうのを体験してこようと思います。無料体験させていただけるそうなので、まあ、今までいろいろロボットを体験してきた中で、まあ、どんな感じになるか楽しみです。では行ってきます。はじめにカウンセリングを受けた後、会社の説明やロボットの説明を受け、その後体チェックをしていきます。フリーウォークとは何なのかを説明していきます。台湾政府機関内の技術開発チームから研究がスタートされた下肢外骨格型歩行支援ロボットになります。対象は脊髄損傷、脳卒中、脳性麻痺にも使用例があるそうです。特徴としては1人で装着できる、サイズ調整が可能、歩行パターン設定が可能、使用履歴の追跡が可能、専用スーツケースに入れ持ち運びが便利で、室外訓練が可能なことです。研究結果から歩行をした場合の効果としては、長時間の座位姿勢による不快感や合併症の軽減、上肢の筋力の強化と体幹バランスの改善、心肺機能の改善、腸内環境の改善、形成の改善、骨密度の増加が挙げられました。わあ、すごい。ではどんな風に動くのか見ていきたいと思います。先が先ほど余裕な、もし今右足を、はい、着地しても重心が移転しないの場合は動かないです、はい、だから少し前に、はい、だから使用者のタイミングを、はい、待ってから動きます、はい、だから使用者のタイミングもし早くであればもう早いスピードで、うん、遅いのかな、遅いパネルで調整できるのが、はい、歩幅はできますか。今ここ歩幅とかスイングタイム、はい、歩行の感覚、はい、そしてあの体の傾斜とかですね、はいはいはい、とこの足のそのトークリーナーです。角度こ遠くない、いやここからあ、はいはい、地面までの距離です。今は10です、はいはい、だから先ほど、まあ、かなり上がりますので、はい、歩きやすいという感じ、つまずかない、はい、そうですね、あとそのスイング、最終のスイングとか、うん、2本目のその時間のその感覚ですね、うん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 、1本目を出すと少し待ってから2本目という、うん、はい、装置もあります。ロボットのサイズを合わせるために足の長さを測っていきます。肩周りの可動域もチェックしていきます。手首や右の動きなどもチェックしていきます。逃げる感じですね。あ、はいはいはい、握力の感じですね、はい、お違いですじゃあ左です、大丈夫ですね。めっちゃグッてやっちゃった。いよいよ装着していきます。今このフリーウォークもエクティブにしています。もう支えても、はい、大丈夫です。ああ、じゃあ、すいません。一番初めはしっかり自分の体に合うように調整をしていきます。このくらいでいいです。もうない、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。
先ほど少し平成が、うん、今日の平成がすごい強いかもしれませんので、まずはその体の伸ばしから、うん、はい、座位の伸ばしからしていきたいと思います、はいはい。はい、少しずつですね。拐杖就是帮他 hold， 这样嘛，立ちますね。はい。立ちます。好，等你起来。はい、押してください。おお。はい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 。おお。はい。素晴らしい。嬉しい。安定感。安定感はある。安定感ある。ここから歩いてくるのマコが。今、はい、まずはその立位、自然な立位の姿勢を今覚えていきましょう、はい。まずはその重心を少し前に、はいはい、置いていただいて、そうですね、はいはい、もう少し前ですね、はい。今、イメージとしては重心はここです。はい、ここ少し、もうそんなに前はではないです、少し。はいはい、そうですね、はい、今一番自然な、はい、立つの立位の姿勢です。まあ、肩はきついですか？なんか、ちょっと、ま、リラックス、前のめり返し、今もう、はい、もう触ってない状態で、はい、一人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 、でも全然安定感ありますね、はい。そして今、まずはその左右の重心、はいはい、の練習、スイッチを練習していきたいと思います、はい。今こちらのフリーウォークはアシスタントの量が調整が可能です、うん、はい。右と左、はい、それぞれ、うん、なのでその例えば肩まひの方に対しても、うんうんうん、はいはい、悪い足が 100%、 良い足がその 20% くらいという、はい、設定も可能になっております、はい。では今一歩、はい、踏み出すという練習、はいはい、していきたいと思います、はいはい。で、右足、あの、では右足から、はい、します、はい。どこどこか音声ガイドが出て、うん、右足からって、うん、出ると左手を押して、はい、重心の右足をかけていただいてという練習、出すとき、ね、右足が出るときは重心はまっすぐでいいんですか？そうです、はい、わ、はい、かりました、はい。その右足がもうついた重心の、はいはい、前に行くという感じです、はいはいはい。では今前、少し右足から出ますので、その最初は重心の左の方を少しかけていただいて、はいはい、そうですね、はい。右足の前に移動します、はい、少し前に、はい、こんな感じですね、はい、あ、はい、わかりました。一回左の方からしますので、はい、もう同じ感じで重心の先に右の方をかけていただいて、うん、はい、左足の前に移動します。そして今重心の左の方にかけていただいて、はい、の感じですね、はい。今戻ります。歩く練習をします。少し前に、はい、そうですね、うん、さっきはあの重心の感じしていますので、うんうん、もし前に重心の前に行かないの場合はロボットも動かないという感じで、そうですね、はい。ただ立位の時は0度、うん、だから歩く練習という温泉ガイドを出てから少し前に少しだけでいいんです、はい、わかりました。で、まあ、今2歩をしていきたいと思います、はい。まあ、ちょっと立位のままで、はい、歩く練習をします、はい、はい、2歩ですね、はい、はい、右足、おお、キャーキャー
いっぱい乗ってる。大丈夫ですか？もし歩くときはつまずいた、それとも形勢急に形勢が出る場合は、こういう OC の安全装置も出ます。まあ一回ちょっと、はい、座らせてモードを切り替えてから、はい、了解です。はい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 、そうです。では今ちょっと右の方にかけていただきます。これは私の角度で反応してるんですよね。そうですね、今のその角度で、はい、だから私は特には操作してないです。へえ、はい、はい、じゃあまあそうです、はい、重心の位の方に、そうですね、はい、少し傾斜が出ますね。前に見ながらその方が、そうですね、はい、なんか傾斜が出ちゃいますね。ただ傾斜が出るときはこんな感じで、はい、自分で、はい、止まりますので、はい、もう一つ安全装置なので、はい、でこれ止まったらまた歩けるんですか？そうです、うん、また、あ、またともう一度、はい、操作して、はい、はい、なのでこういう小さいのリモートもここに、はい、つけますし、もう使用者がその、はい、松松生でも、はい、じゃあもう一度歩きますね、はい、10で 100% のサポートです。はい、そうですね、うまいですね。じゃあ止めますよ。おお、そうですね、はい、あ、分かった、こういうとこだね。一回止めます、止めます。歩けるのは初めてです。すごい、そういうことよく言われるわ。すごい、すごいですね。さっきの歩くのはいかがですか？あ、よかったです。なんか分かりました。その重心の移動の仕方がもう分かれば、はい、そうですね。あの上半身のはどうですか？上半身もし前傾スキルとやっぱりここに負担抱えちゃうですね。うん、そうですね。だから少しその前傾の角度を少し変わって、はい、今は10度、今が9に、はい、してみます。なので今歩くときはそんなに前傾しないようちょっと、はい、試していきたい。はい、もう上半身も少し楽、うん、はい、になります。はい、すごいですね。まあ私あまり刺さってないです。うん、なんか英語になっちゃいますね。
少しあのもう一度で。はい。ゆっくり。はい。はい。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ロボットを体験してきました。まあ、やっぱり今まで体験したロボットとまた一つ違って、しっかり振り出しがあったり、ロフストとかで操作できるっていうのもすごい面白いなと思いました。体験会は、まあ、連絡するとここ有明でできて、しかも慣れてくれば外でガンダムさんとか自由の女神と一緒に写真を撮れるそうなので、私も次回はお外に行ってガンダムと写真を撮ってこようと思います。はい、ではこんな感じでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Making